南くず労働協会は、1920年代の、東京に存在した労働組合。南くず労働会、南くず労働組合とも呼ばれる。大正期の労働運動、社会主義運動をリードした。1922年10月25日、労働組合運動の経験者、藤沼栄志郎を顧問閣に、渡辺正之助、河井吉虎、南和夫、吉村孝二。 加藤隆久、北島吉造、相馬一郎ら多くが20歳前後の青年労働者によって東京府南葛飾郡亀戸町付近を拠点に創立された。政治的自覚の高くない労働者大衆をも獲得できるよう、組合でなく協会の名を付したと言われる。1923年1月29日の大会で南く労働会と解消。 広瀬自転車の葬儀をはじめ、地域の運動に積極的に関わった。早くから工業地帯になっていた、この地域のルザッタな企業に働く労働者が会員になっており、喫水のプロレタリアという意識が強く、戦闘心、団結心、連帯感に富み、俗に南クズ魂と呼ばれた。1923年9月1日の関東大震災直後、 亀戸町3519番地の河井の自宅が本部で避難所となっており、会員は救援活動に当たっていた。その戦闘性のために兼ねてから像を持っていた亀戸警察署は、同月3日、震災の混乱の中、河井義虎、山岸サメ氏、鈴木直一、近藤博造、加藤隆久、北島義造、吉村浩二、佐藤金次を検測。 連行。8人の幹部、青年労働者は、翌日軍により、太郎祖の活動家2人と共に殺害された。1924年2月20日、日本労働総同盟に加入、同月22日、東京東部合同労働組合に改組発展的解消を遂げた。ありがとうございます。